ジャスティファイは、アメリカ合衆国の競争場。主な勝ち倉に2018年サンターニタダービー、アメリカクラシック3冠がある。2018年2月18日サンターニタパーク、競馬場の未勝利戦に一番人気で出走し、2着馬に9馬新反差をつけて、デビュー戦を飾る。続く3月11日の条件戦でも2着馬に6馬新反差をつけに連勝する。 G1 発挑戦となった4月7日のサンターニタダービーでは、コースターとから花を奪うとそのまま逃げ切り2着のボルト道路に3馬審査をつけ、G1 発制覇を飾り、ケンタッキーダービーの有力候補に名乗りを上げる。迎えた5月5日のケンタッキーダービーは、道中2番手でレースを進めると3コーナーで先頭に立ちそのまま押し切って G1.2 連勝とした。 無敗でのケンタッキーダービー制覇は2008年のビッグブラウン以来10年ぶり3歳デビューでのケンタッキーダービー制覇は1882年のアポロ以来136年ぶりの快挙となった5月19日のプリー・イックネス・ステークス6月9日のベルモント・ステークスを制覇2015年のアメリカン・ファラオ以来3年ぶり史上13頭目のアメリカクラシック三冠を達成した 無敗の三冠馬としては、1977年のシアトルスルー以来41年ぶりで、史上2頭目の快挙となった。ブリーダーズカップクラシックを、キャリア最終戦と位置づけて調整していたが、足首に怪我を負い、陣営から引退が発表された。引退後は80億円以上の取引額で、クールモアグループに譲渡され、アッシュフォードスタッドにて種ボバとなった。 初年度の種付け量は15万ドルに設定された。初年度のシーズンオフからはオーストラリアでもシャトル、共用される。2019年9月11日のニューヨークタイムズにて、ジャスティファイはケンタッキーダービー前に実施された薬物検査で失格しており、レースに出走する資格がなかったと報じられた。サンターニタダービーのレース後の薬物検査で禁止薬物であり、 レースでのパフォーマンスを向上させるスコポラミンに陽性反応を示していたとされている。同志は、つまり競馬法に従っていたならば、ジャスティファイはケンタッキーダービーに出走できなかったはずとの見解を示した。カリフォルニア州競馬委員会は検査結果の確定に1ヶ月以上も要し、ジャスティファイが参観馬となった後、秘密裏に薬物違反の疑いを退りけることを採択したと、 されている。CHRB のリック・ベデカー専務理事は、スコポラミンは、朝鮮朝ガオ類の雑草に含まれており、それらの草は気づかないうちに放牧地に生えているため、委員会としては慎重に動いていたと説明している。ケンタッキーダービーの前までに、調査報告書をまとめるのは無理だった。それは、不可能だ。不可能でないとしても、 通常であれば2ヶ月もかかる仕事を5日や8日でやれと調査官に指示するのは軽率であり無謀なことだ。我々はそんなことをするつもりはなかったとのコメントもある。アメリカの人気クイズ番組ジェバディでボブ・バファーと調教師が育て上げたアメリカン・ファラオに続く2頭目の米国三冠馬で今年三冠を達成した馬の名前を答えよという問題が出題された。 クイズに正解すれば、およそ600ドルの賞金がもらえたが、クイズの回答者全員ジャスティファイだと答えられなかった。ありがとうございます。